がどうなってるの？もう何時間も歩いてるのに。教授、まさかとは思いますが、僕たちはひょっとして。そのまさかかもしれないな。この神社には何度も来てるはずなのに、行けども見た覚えのない子たちに、この植物葬はどうしたことだ。なんかそこら中もやがかかってるし、進んでも進んでも同じとこ回ってる感じ。そんな、子供の足でも小一時間かからない小さい山の中ですよ。私たち遭難しちゃったの？普通ならば考えられない話だ。だが我々はつい先ほどまで気を失っていたからな。確かにこんなところで遭難などありえない。ありえないことが起きたなら原因も必ずある。じゃあ一体何が？これはあくまで推測だが、例えば我々が何らかの有毒ガスを吸ったとしたなら。やだ怖い。それが原因で方向感覚が狂うことも十分にあり得るし、遭難の一因であっても不思議ではないだろう。私が気づいた時は季節外れの彼岸花の咲き乱れる子たちの中に一人立っていた。そこで君たちの声を聞いて駆けつけたのだが、私と会うまでの記憶を君たちは持っているかね？確かにちょっと記憶も曖昧ですし、周囲は妙な霧に包まれてますが。でもさて、その原因を探り、ヒントをつかみ、検証し、論証を重ねて解を得るのもまた学級の一つかな。引率の先生じゃないんだからさ、今はお勉強はいいよ。お家に帰りたい。帰還できてもキャンプの宿泊所だし、自宅はまだずっと先だろ。へりくつ言わないで。もうやだ、足が棒になっちゃったよ。今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろう。帰りたいなら自分の足で歩くしかないんだ。そんなの当たり前だし、別におぶってくれなんて言ってないから。まあまあ、無駄な争いは体力を消耗するだけだからね。いいですよそんなの。当たり前だ、教授に気を使わせるようなことを言うんじゃない。教授も彼女をそんな甘やかさないでください。君も年長者なら頭ごなしに叱るのではなく、彼女を導いてやってはどうかね。とにかく今ここにいるのは我々三人だけなんだ。お互いで助け合わないとな。それはそうですけど。葵ちゃんたちどうしてるんだろう。さっきまで一緒だったミュちゃんって子も。何今の。この辺りならさすがにクマじゃないでしょうし、猿かイノシシでもいるんですかね。どうだろう、警戒は怠らないようにしないとね。ロプマン、こっちよ。これって生き物な、なんだと。あなたたちって。教授、こんな生き物いるんですか。なんだ。そんな、これってもしかして伝承にあった例のその獣神ってやつ。まさか実在したんですか。そんな、ありえない。そんな本当に。あのね、もしもーし、獣神さん。こら、不用意に近づくんじゃない。だって
神様ならもしかしたら言葉も通じるかなって。なんだ、まずい、危険なやつかもしれない。うわ、こっち来た。いやだ、あっち行って。私たちこいつに追われてたのは凶暴なやつよ。サキ君、あぶっ。うわあ、教授。そんな、教授。嘘でしょ、私をかばって。いや、いっぱい来た。早く教授を助けないと。怪物どもが教授に群がって来るんじゃない。私に構わず、君たちは早く逃げなさい。でも、このままじゃ危ないよ。お願いだ、シュージ君。さあ、教授。シュージ、ねえ、早く逃げなきゃ。行くぞ、サキ君。いいから逃げるんだ、さあ。そんな、それでいい。大人の私が子供たちを守れないでどうする。シュージ君、あとは頼んだぞ。待ってよ、シュージさん。教授を置いていくなんて。私、教授の思いを無駄にするんじゃない。逃げるぞ。脅かさないでくれよ。タクマが起きたの見えたからついてきたんだ。タクマは何してたんだ。何ってことはないけど、ただ昨日は大変な一日だったなって思う。僕たちは課外キャンプに来ただけなのに、いきなり岩みたいな化け物に襲われて。ゴツモンだ。そう、ゴツモンに襲われてなんとか逃げたと思ったら、校舎はでかい蜘蛛の化け物のアジトになってて。毒蜘蛛だな。次から次へとわけのわからないことばかりで頭がついていかなかったよ。そう？タクマは頑張ってたと思うぞ。必死だっただけだよ。さらわれた仲間を助けられたのは春の協力があったからだし。みんなびっくりしてたな。お化けじゃなかったのに。あれはしょうがないだろう。二人と会った時は僕だって驚いたよ。昨日は結局疲れてすぐ寝ちゃったけど、考えなきゃいけないことはたくさんあるよな。考えなきゃいけないことってなんだ。毒蜘蛛みたいなやつが他にもいるなら、自分の身を守る方法を考えなきゃいけないよな。戦うなら僕に任せて。ありがとう、アグモン。僕自身も強くなる方法を考えてみるよ。あとは救助を待つ間ここで生活することを考えると。タクマ、大丈夫か。やっぱり僕一人で考えててもしょうがないな。ああ、そうしよう。おはよう、ミノル。ああ、おはよう、タクマ。やっぱ夢じゃなかったんだな。
そうだな。あんなことがあってよく眠れたよな俺たち。まあ昨日はいろいろあったしな。はあ、すげえな。朝日の中で改めて見ると本当に廃墟だぜこの学校。あんな化け物と戦ったんだよな。僕もだよ。俺もな。ああ、本当夢じゃないんだ。おはよう、たくまくん、みのるくん。あ、葵さん、おはよう。おはよう、葵さん。昨日はよく眠れた？ええ、まだ少し疲れているけれど、頭はすっきりしたわ。そっか、ならよかった。ああ。お、りょう先輩、お寝坊ですね。うっせえ。こんな状況で寝れっか。お前らはグースか寝やがって。おかしいんじゃねえのか。まあ涼先輩はずっと教室にいたり気絶したりして休んでましたからね。なんだと。とりあえずみんな起きてきたようだし、これからどうするか相談したいんだけど。とにかく昨日はいろいろありすぎで、あのままみんな疲れ果ててバタンキューだったもんな。つうかなんでタクマが仕切ってるんだよ。そうだそうだ。いや、なんでアグモンがそっちに回るんだよ。そういうのは年長者でやんねえとな。青井先輩、涼先輩、どうぞ。こんな時だけ先輩って呼ばないでよ。私はどうするもこうするもどうにもなんねえだろ。俺はおめえらの引率なんてする気もねえし、器じゃねえ。うん、まあそうだよね。じゃあ、葵さんは？ごめんなさい。私も頼りにされるほどしっかりはしてないわ。真面目なのに？それとこれとは別でしょ？そんなことないって。葵は優しいし真面目だし頼りになるって。だから買いかぶりよ。私今だって不安で不安で。そもそも今私たちはどうなってるの？子供だけで一晩迷ってて帰ってこないのよ。きっと大騒ぎになってるはずだわ。なのに。そうか、確かにヘリの一台でも飛んでておかしくないよな。朝になっても救援に来てくれる様子もないなんて、一体何が起きてるのかしら。そりゃ山で遭難ならともかく、今いるの校舎だしな。むしろここに人がいない方が不自然だろう。行方不明なのは俺。そんな不安を煽るようなこと。だってそうだろ。見てみろ、スマホも繋がらねえ。どうなってる。人類はもうおしまいなんじゃねえのか。そうでなきゃ俺たちがおしまいって話だろ。確かに行方不明のガキなんて構ってられない。すっげえ天変地異が起きてるとか。やめてよ。いやだってこの校舎見てみなよ。俺たちが気絶してる一瞬でこれだぜ。周囲の景色まで変わってるんだ。これって何なんだ。異常事態だぜ。パラレルワールドに飲み込まれたか、それかタイムスリップでもしたのかな。謎の超兵器が作動したとか、それで一瞬で校舎が朽ちて地形が変わったとか。いや違うよな。このボロボロさって地震とか爆撃じゃなくて古っな。一体何が起こってるんだろうな。しないわ。とても不安よ。バカかおめえ。それに昨晩の怪物は何なの？何なのって言うなら言っちゃなんだけど、ファルコモンたちもだぜ。俺もか。とにかく今分かっていることは、人の姿が消えて課外キャンプの旧校舎がボロボロになって、そしてその周辺の地形も
なぜか見覚えのない形にすっかり様変わりして、そんでもって立ち込める霊の霧で状況がまるでわからない。その霧もなんだか触れると危ないって話だ。話っていうか本当に危ないんだよらしいな。そして何よりここには得体の知れない怪物がうじゃうじゃいる。得体の知れない怪物なんかじゃないぞ。じゃあ何なんだよ。僕たちは僕たち、あいつらはあいつらだよ。だからそれをちゃんと説明してくれよ。説明できるような僕じゃないからね。そんなの胸を張って堂々と言うなよ。ってことで一番賢そうなファルコモンの出番だぜ。うむ、俺か。そうね、お願い。私やアコモンじゃ無理かも。心得た。さてどうしたものかな。ただ君たち人間の世界と我々の世界が別物なのは確かだ。やっぱりパラレルワールドなんだ。その言葉の意味は俺にもわからない。確かに常軌を逸した状況だとは思うわ。でも異世界かどうかはまだわからないわ。だったらこうして人の手による建物がどうしてあるの。それは人間だけじゃなく建物ごと迷い込んだ。だったらこんなボロボロの校舎じゃなくて私たちのいた校舎じゃない。構造は課外キャンプの校舎と似てるけど、やっぱりここの校舎は別物のように思うわ。それに関しては俺もわからない。野山や木々、岩、海、川、それら自然界にあるもの以外の建物の存在はある日突然現れたと聞く。誰がどうやって。さあ、神と呼ばれる存在、あるいはそれに近しい力を持つ同胞。正しいことなど何もわからないし、何よりこの世界の住民は様々な力や姿を持つ。凄まじい力を持つ者、弱くか細い者、何でも器用にこなす者、何もできない者。つまりお前たちのお仲間が作った可能性すらあるのか。手先が器用な奴が人間の建物を真似て作ったとか、何かすごい力で人間界の建物をこっちに持ってきたとか。わからない。ただ俺の知っていることを並べるなら、我々の世界の住民は一様ではない。言葉を交わし意思疎通もできる温和なものから、話も通じない凶暴なものまでいる。そして人間という存在もまた我々の中ではおとぎ話のように伝わっていた。いや、実際に接触したのはこれが初めてだ。どこからか人間の子供と呼ばれる存在が現れ、我々あ、それって先の毒愚門との戦いでアグモンが見せたようなより強い姿に変化する者もいるとのこと。なんで急に姿が変わってそれで強くなったりするんだ。わかんない。外部の影響、人間との接触なんかが媒介となって急激な変化が起こっているのかしら。優位的な選択変化、すなわち進化ね。本能的にそれを一台で行えるなんてすごいわね。えへん、すごいんだ。意味は分かってないけど。俺たちにとってはそれが当たり前のことで疑問に感じたこともないからな。もちろん進化はそれだけに限らないし、人間の子供が必ずしも力をもたらすわけでもない。あるものはそれによって世界が破壊されるというし、あるものはそれによって世界が救われるとも言う。あるものは人間の子供を、いや、この話はよそう。とりあえず俺の知る俺たちの存在に関しては説明できるのはこれくらいだ。ミノルの望むような明確な答えも出せず面目ない。いや、
今はそれだけ分かれば十分だよ。十分？何も分からないも当然じゃねえか。要は何も知らないくせに何でもありって、そんなデタラメの何を信じろってんだ。あの先輩の言うことは気にしなくていいぜ、ファルコも。ミノルが言うならそうさせてもらおう。でも確かにどうしたものかしら。ん？おう、ハルたちも起きたみたいだ。え？ほら見ろよ、あいつまだあの子たちにビビってる。あいつって言うなよ、仮にも先輩だぞ。仮にもってよっぽどひでえな。ちょ、うっせえな。あ、逃げてった。ハルたちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って二人と一緒にどうするか決めよう。それでいいかな、ファルコも。うむ、承知した。話の続きは校舎とやらの中でしよう。おはよう。ああ、おはよう。何ちびっこ相手にかしこまってんだよ。おはよう。あ、おはようございます。そういうミノルこそ女の子相手に、なんだよその態度。紳士だからだよ。ああ、おはよう、みゆきさんだっけ。いい、気にしてないし。りょうは、あんなとこにまだビビってんのかよ。みゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーッつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしに、あんな隅っこでこっちの方をチラチラ見られてもな。おはよう、みゆきちゃん、はるくん。ゆうべはよく眠れたかしら。うん。そう。困ったことがあったらいつでも言ってね。こんな状況だし、お互いに助け合わないとね。うん。ありがとう、お姉ちゃん。みゆきちゃんからすれば私だってお姉さんだもんね。気にしないで、お姉ちゃんはずっとああなんだ。そうなの。怖い目にあってね、僕を守ってくれたんだけど、それからずっとああなんだ。怖い目って？ごめん、覚えてないんだ。そう、かわいそうに。それで話の続きだが、他に聞いておきたいことはあるか。じゃあ他には、そうだ、あの霧って何なんだ。とにかくあの霧は危険なんだ。近づくと本当にまずいの。あの霧に飲まれたやつはどうなってしまうかわかんない。多分気配ごと何もかも消えて。だったらもしかして、あの霧の向こうに行けば元の世界に帰れるかも。いや、無理。絶対ダメ。やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったらどうするの。うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的にも確実に危険を感じる。まあ
あの霧のせいで気を失ったり変な場所に迷い込んだのは確かだしな。あの霧は危ない。近づかないに越したことはないよ。そうだ、ここでじっとしてりゃいいんだよ。動く動かないは別にして、ここに居続けてもどうにもならないと思うんだよな。とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。昨日から飲まず食わずだし。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみましょう。いや、やっぱ他に人がいないか探すのが先だって。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃないみゆきたちも迷い込んでるんだぜ。他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね。そうだ、そういえばみゆきちゃんたちはどこから来たのかしら。あっち、あっち、あっちってどっち。あっち、あっち、そう。ああ、ダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女も幼児と同じおつむと来たもんだ。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどよ。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ、もしかするとサキや修二さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれないぜ。そうか、あの神社に祠だから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしてもそれは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと、人間の建物までここに迷い込むなんておかしいわ。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能性だってゼロじゃないわ。それなら迂闊に動くより助けが来るまで待機してた方がいいと思うの。それは俺も賛成だな。ええ、だからその間食べ物とかはちゃんと確保しなきゃ。だからどうせ救助も来るわけねえんだよ。え、教授や修士がいるかも、いるかどうかも分かんねえやつ探してどうすんだ。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。じっとしててもどうにもならないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら好転するってもんでもねえだろ。そもそも俺たち何もしてねえのにわけわかんねえ状況に追い込まれてんだぜ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。意味もなくうろつきのあって危険を増やしてどうすんだよ。まあ死にたいやつだけ死ねばいい話だけどよ。
さてと、さっきはああ言ったけど、これからどうしようかな。そうだね。まあ、たくまの好きなところを見て回ろうよ。そうだな。行こうか。
で探せるところは全部見たな。食料はあったのか？
リノルのおかげで少しは見つかったけど、正直なところもう少し欲しいんだよな。でももう他に探せるところなんて。みんなこっち来て、体育館。なんだ、葵さん。この中から聞こえたよ。何かあったのかもしれない。すぐ行こう。いや、葵さんの声が届いていない人もいるはずだ。みんなにも声をかけて行ってみよう。わかった。すごいわ。みんな、こっちに来て。これって、非常用備蓄食ってやつ？そうか。学校って被災地の避難場所だから、こういったものもあるところにはあるんだよな。よかった。これだけあれば、当分はなんとかなるわね。待てよ。こんなもん、本当に食べられんのか？こんなボロボロの校舎で賞味期限とかいつのだよ。あれ？どこにも書いてないわね。ほら見ろ。そんな怪しいもん、俺絶対食わねえかんな。確かに俺もちょっと。食いしん坊のミノルまで？そう言われると私もちょっと手を出しにくいわね。だーれ。じゃあ僕がいただきます。パク。うわ、アグマ？うん、おいしいよ。そりゃおめえは怪物だからよ。どれ、じゃあ俺も。な、こら、ミノル。ミノルくん。おい、大丈夫か？死ぬ。他のは大丈夫かもしれない。僕も食べてみるよ。ちょっとたくまくん、やめなさい。そんなことしたらダメ。平気。やめてよ。心臓が止まるかと思ったじゃない。この野郎、やっていい冗談と時と場合ってもんがあんだろ。バカなことやってんじゃないわよ。反省しろ。まあどうやら問題はないようだな。とりあえず当面水と食料のライフラインだけは確保できたわね。でもさ、ここにあるだけの食料でどれだけ持つかわからないぜ。これだけあれば私たちやラブラモンたちを入れても半年は持つわよ。半年って正気かよ。この2日そこらで俺はもう限界だぞ。半年で済めばいいけどな。現状助けが来る様子すら一切ないんだぜ。あまり考えたくないけど、それもそうよね。うははは、人間の食べ物すっごくおいしいよ。そうなの？少し私にもちょうだい。俺はまあそのそこまで興味はないが、まあミノルのためにも毒味はしておかねばな。毒味ってもう真っ先にミノルの方が食べたじゃない。ほら、あなたたちもそんなに食べ物を粗末にしないで。そうね、万一に備えて余裕があるときは他にも食料を探しておきましょう。うん、それに僕たちなら自分たちの食べ物は自分で探せるし。そうよ、それならこの食料だけで葵たちも1年は持つわ。1年、
そんなに長いはしたくないわね。下手すりゃここに骨をうずめることになるかも。だからそういう話はよしてよ。さて、当面の水と食料の心配はこれ。そうするとやっぱ探検できる範囲までは探ってみる価値はあると思うぜ。非常食ってのは蛍光食でもあるんだ。数日がかりの移動や野営だってできるし。外にはまだ化け物がうようよいるんだぞ。正気かてめえ。そうか。でももしかすると教授や先たちもいるかもしれないし。いるわけねえだろ。もしいたとしても俺たちが探す意味なんてあんのかよ。確かにいるかもしれないわ。でも可能性だけの話で危険を犯すことに賛成できないわ。ねえ、ハル、どうしたんだ。そこの森でこんなもの見つけたんだけど。それって昨日会った教授の帽子じゃない。本当だ。どこかで見たことあると思ったら、ほら、やっぱりいたんじゃないか。そうと分かればみんなで探しに行こうぜ。おいおい、正気かよ。ここにいた方が安全だろ。考えても見てくださいよ。あれから丸一日経ってるんですよ。俺たちはこうしてどうにかなったけど、水も食料もないんじゃ。あいつら衰弱してるかもしれない。それもそうね。わかったわ。サキさんたちに万が一があってはいけないわ。おい、死にに行く気か。死なせはしないよ。そう、俺たちもついてる。葵、もし悪い奴が襲ってきても私たちがいるから大丈夫よ。そうね、ありがとう。じゃあみゆきとハルは危険だから置いてくけど、行くのは俺とタクマと葵さんで。待てよ、俺だけこのガキどもと留守番か。またあの雲の化け物みたいなのがここを襲ってきたらどうすんだよ。こんな芋虫だけじゃどうにもならねえよ。芋虫じゃないよ、クネモン。ちぃ、それにクネモンは結構やれるやつなんだ。知らねえよ。くそ。安全な場所なんてどこにもないぞ、リョウ。森には見たこともない敵がいるかもしれない。ここだってまた襲われるかもしれない。生き残りたかったら自分で考えるしかないんだ。だよ。分かったよ。ここにいるよりはマシだ。俺も行くよ。両先輩は籠城するんじゃなかったっけ。残ってていいんですよ。うるせえな。いいだろ、協力してやるっつってんだ。それ協力するって態度とは違うんじゃねえかな。ミノルくん、そのくらいにしなさい。リオくんは先輩なのよ。はーい、ごめんなさーい。けリオはああ言ってるけど、外より校舎の中に隠れてる方が安全だよな。僕もそう思う。そうだな。もしもって時はあの食料庫の中にでも隠れてるよ。大丈夫だよ、心配いらないから。じゃあみゆきも春をしっかり見守っててね。逆ん？ああ、むしろ春がみゆきを守ってくれるってことか。いってらっしゃい。おう。それじゃあ手分けして探そうぜ。ああ、バカ言うなよ。何が出てくるかわからねえんだぞ。一人でいるところに出くわしたらそれこそ終わりじゃねえか。そうね、
バラバラになるのは危ないわ。だったら二人ずつに分かれて探すのはどう？それがいい。そうしようぜ。そしたらリョウと組んだやつがハズレってことじゃん。こらミノルくん、そんなこと言ったらダメでしょ。この付近に同胞の気配は感じないから大丈夫だろう。うん、かすかに匂いが残ってるけど多分大丈夫よ。それに何かあっても僕たちがみんなを守るよ。冗談じゃねえ。お前らと違ってこの虫は話もできねえんだぞ。森に入ろうもんならすぐ住処に帰っちまうだろうよ。クネモンはそんなことしないよ。そうだよ、きっとリョウを守ってくれるさ。うるせえ。とにかく俺は森の方には行かねえぞ。俺はこの辺を探しといてやる。いいか、何かあったらすぐ来いよ。リョウは放っておいて先行こうぜ。あ、うん。Thank you.
この辺りにもいないみたいだな。教授たちは一体どこに行ったんだろうな。タクマは何か見つけたか？いや、特には。そっか、俺はもう少し奥の方を探してみるよ。私はもう一度校舎の周りを見てみようかしら。それにみゆきちゃんとハルくんの様子も気になるから。俺はお前の後ろをついていく。電波もつながらない状況で、はぐれたらやべえからな。だから早く先に行けよな。みんな本当にここにいるのかな。おいおい、今さらそこを疑うのかよ。だってこれだけ探しても見つからないんだし。教授の帽子を見たでしょ。あれだけがこの世界に来たなんてことあるかしら。ないとは言い切れないと思うけどな。分かんなくなっちゃった。しっかりしてくれよタクマ。お前がブレちまったら収拾つかないだろう。今はとにかくあいつらの行方を探そうぜ。ごめん。そうだよな。どうしたんだラブラモン。この辺りに獣の匂いがするのよ。ただ正確な位置まではつかめないわ。敵が潜んでいるっていうの？まだ敵か味方かはわからないわ。でもこの匂いの主かなり強い。この辺りに何かいた痕跡があるな。痕跡？そんなのどこにもねえぞ。カメラで見ると何か映り込むかも。タクマ、見てみてくれよ。うわ、なんだこれ。すごい数の獣の足跡だ。教授が危ない。痕跡はこの奥に向かっているようだな。祠の方だ。おいタクマ、祠の中から何か声がするぞ。怪物かもしれないな。注意しながら近づいてみよう。おい、まさかこの中に入るのか。食い殺されちまうよ。もしサキさんたちがいるなら助けないと。行きましょう。おこっちだ、ついてきて。教授、無事だったんだ。いや、どう見ても無事とは言えねえだろ。これ何があったのかしら。教授、あんなにボロボロになって倒れてるなんて。おい、あれ、周りになんか嫌がるぞ。本当だ、教授の周りに何かいる。敵か？今こっち見られたぞ。ごめん、今僕が大きな声出したから。いや、どっちにしても最初から見つかってるぜ。問題はこいつらが悪者なのか、ファルコモンやアグモンみたいに会話ができるやつか、そうでないやつか。こいつらはどうなんだ。おい、どうだこの人間のジジイ、まだ息あるか。どうだかな。どうでもいいだろう。それよりファングモン様になんて報告を。おい、喋ってる。話せそうだぜ。待
てって話しかけるつもりか。危険だって。言葉が通じるならまだなんとかなるさ。なに、見てなって。ハロー、君たち。うぜえな。消えろクソガキ。こいつら口も態度も悪いぞ。俺はその君たちとお友達になりたくて。いくら口の達者なミノル君でも彼らと交渉なんてできるのかしら。タクマまずいよ、あいつらにはきっと通じないよ。とにかくこんなジジイはどうでもいい。俺たちが必要なのは人間のガキだ。そうだな、どこに行った。いや待てよ、ガキならこっちにもいるぞ。これまで相手にしていなかったのに。嘘でしょ。よし、じゃあこいつをとっ捕まえて。とりあえず動けないよ、痛めつけとくか。おい、こいつらじりじりと近づいてくるぞ。なんだ、出口の方にもいるのか。気をつけろ、その声のモンスターは姿が見えない、危険なやつだ。見えないって、そんなやつどうすりゃいいんだよ。よそ見するとはいい度胸だね。おい、ミノル、前だ。貴様ら、ミノルに手を出すな。ファルコも。ねえ、なんだてめえ。ミノル、さあ逃げて。この野郎、人間のガキに味方する気か。大方人間の力を独り占めするつもりだろ。そうはいくか、グロイ。ファルコモン。まずい、ミノルをかばってファルコモンが攻撃を食らった。なんのこれしき。やばいぞ、こいつらやる気だ。行くぞアグモン。こんな絶体絶命の状況だもの、私もラブラモンと一緒に戦うわ。ええ、やってやりましょう。くっ、アグモンたちだけに戦わせるわけにはいかない。ダメだファルコモン、そんな怪我をしているのに戦ったりしたら。何のこれしき、ミノルに手を出させてなるものか。ファルコモン、ごめん、ごめんよ。俺が軽率なことをしたばっかりに怪我を負うようなことになったのは。ファルコモンは俺を責めるどころか、怪我をしているのに俺怖い。できることなら逃げ出したい。下を向くな、ミノル。本来のミノルはそんな臆病じゃない。ファルコモン、さあやるぞ、この俺が相手だ。まだ来る気かてめえ。危ない、ファルコモン。ミノル、俺の前に出るとは。ファルコモンを守らなきゃって思ったら勝手に体が動いちまった。いって、俺には誰かを守る力なんてないくせにな。情けねえな。情けないものか。ミノルの強さも優しさも
俺は知っている。大丈夫だ。その心意気があるのなら、悔しいと思えるならば、強くありたいという気持ちがあれば、ミノルはきっと強くなれる。ファルコモン、強くありたいと願うその気持ち、守ろうとしてくれたその心、俺は嬉しい。ぐわトリモン、なんだこれは。だが悪くない。ファルコモン、ミノルの力が俺の力となる。だっへっ、すげえ。いざ参るぞ。私の番だね。ここは俺が行く。僕の番だね。私の番だね。ここは俺が行く。
私の番だね。ここは俺が行く。私の番だね。ここは俺が行く。何者だ。俺を捕らえるとはそこそこ勘のいい奴がいるみたいだな。始末してやるか。た、助かったのか。見逃されたって感じだけどな。すごい怖そうなやつだったね。あんなの余裕よ。それより教授は？そうだ、教授は無事か。怪我はしてるけど、大した傷じゃない。どこか安全な場所に運ぼう。ここまで来れば、ひとまず安心かな。教授、傷はどうですか？ああ、だいぶ落ち着いたよ。どういたしまして。ま、救急箱持ってた葵さんのお手柄だけどね。たまたま持ってただけよ。しかし、ここは一体何なんだ？それを聞きたいのは僕たちもなんですが。とにかく、水も食べ物もありません。敵もアグモンたちが追い払ったし、もう大丈夫です。アグ？僕のことだよ。あ、大丈夫です。アグモンはそのさっきの連中と違って。そう、僕は人間の敵じゃないからね。もちろん俺もです。私もそうか。ちょっとその頭の中を整理する時間が欲しいが。ようやく落ち着いた。やはりそうなのか。やはり獣神はやはり実在したということか。夢、いや、まだ早合点はいかんな。確かな検証を重ねなければ。いっそ夢ならよかったのによ、この悪夢が。でも大丈夫だよ、こいつらみんな味方だし。
私もいろいろあったからな。まだ頭の中にもやがかかっているようだ。何かを思い出したような、いや思い出せないような、脳に霧がかかっているような感覚。霧？あのガスか。霧？そう、あれって危険なんだ教授さん。そうか、やはりあれが精神に何か影響を及ぼしているのか。君たちがこの生き物たちとの共存に疑問を抱いていない点もその影響かもしれないな。俺はそうでもねえし。さあ教授、お水をどうぞ。しばらく休んだら校舎に行きましょう。私たちが拠点にしている場所です。そうか、ありがとう。校舎、そうか、君たちが。いけない。え、どうかしましたか。これが夢ではなかったのなら、そうだ、あの子たちは無事にあの怪物から逃げ切れたのだろうか。こうしてはおられん。サキ君とシュウジ君を助けねば。教授、しっかり。大丈夫？無理をするな。動いちゃダメだよ。助けるって無茶だよ。今はまだ教授もフラフラなんだぜ。それより教授、サキ君とシュウジ君ってあの二人の居場所を知ってるんですか。今はどこにいるのかまでは、最後に見た場所までなら案内はできると思うが。教授もこんなボロボロのフラフラだし、そう遠くじゃないはずだぜ。よし、みんなして二人を探そう。俺は反対だぜ。ですよね。じゃあここでお留守番を頼むよ。だから俺一人置いていく気かよ。とにかく急ごう。無事でいてくれよ二人とも。
こう。あげるわ。
が行く。よっ、オイラの番だね。
私のことがわかるわけないでしょ。ついさっき出会ったばっかりなのに。わかるわよ、私はサキのことなら何でもね。そうなの？何それ、すごい。もうダメだ、僕もこれ以上はもう。あなたまで何言ってんの。修二頑張って、修二ならできるよ。教授すみません、僕たちはもう逃げられそうにない。もうダメだ、あんなの勝てるわけがない、怖いよ。怖いのはみんなそうだろう。頼りにならないな。ロップモンまで泣き言。いいわ、私だけでもあいつをやっつけてやる。無理だよ、今までのどの怪物よりもあいつはでかいし強い。あんなのに捕まったら、それこそ頭からバリバリ食べられてしまう。やだやだ、僕はまだ死ぬわけには。だったら死ぬ気で逃げなきゃ。さ、さきも。大丈夫ロップも、怖くないよ。あなたも泣き言言ってたくせに、なんでロップモンには優しい顔見せるの。第一、私と組んでるのはサキ、あなたなんだからね。そうね。でもとにかくあと少し、あとちょっと逃げ切れれば上に。いや無理だ、あいつの方が足が速い。教授！もうダメだ、教授のおかげでここまで逃げ切れたのに。you
教授、無事だったんですか？ああ、君たちも無事で何よりだ。いや、まだ無事ってわけでもないな。待ってろよ、無事で済むよ。今俺が助けてやるかな。何でかい態度取ってんのよ、ミノル。サキさん、それよりその子たちは？よくわかんないけど、私たちを助けてくれたの。フローラモンにロップモンだ。知り合いなのか？うん、初めて見た。はじめまして。挨拶はあと、あと今。あいつ、喋れたの？嘘。よそ見をしてる場合じゃない。別の怪物がうじゃうじゃ来たぞ。例のファングモンの手下ってやつか。まずい、挟み撃ちになる。こんな連中、僕たちで十分だよ。ああ、俺たちに任せろ。あ、教授、一人でサキを助けるつもりか？無茶だ。大丈夫かね、サキ君。さあ、私の肩につかまりたまえ。君たちもこっちに。もう心配しないでいいよ。ありがとう、助かったわ。教授、後ろ。心配しないでだと、それは残念だったな。この子たちだけでも。おっと、そこのチビを狙ったのに手が滑っちまったぜ。マジかよ。落ちた。おしまいだ。なんだ、何が起きたんだ。そんな、いや、いや。さて、お前らも全員ちゃんと順番に落としてやるよ。切りした。おい、そこのでかいの。僕がビビってると思ったら。なんだって？いいか、お前なんか怖くもなんともない。お前を倒して僕は生きる。上等じゃねえ。次はてめえをぶっ飛ばしてやるぜ。行くぞ、悪魔。なんだ、ご立派なことを言っていたが、こんなものか。いい子ぶって出しゃばってきただけか、邪魔なやつめ。そんな、私は。葵、あいつの言うことなんか聞いちゃダメよ。葵はいい子ぶってなんかいないわ。本当にいい子なのよ。本気で助けたいのよ。ラボラも、葵はちゃんと強い願いを持ってるわ。私の思い、もっと強くなりたい。
でも、そんな勇気なんて持ってない。ううん、勇気はあるわ。だって、ここに立っているもの、戦ってるもの。お願い、気づいて。アブラモン、うん、私、頑張る。私、前に進む。みんなのために、自分のために。ラブラモン、そう、その気持ちよ。葵、葵の強い決意が全身に染み込んでくる。思いはこんなにも強い。だからこそ私に力を与えてくれたのだ。葵の強さは私が保証する。正しい心があれば強い力を使うことができる。ラブラモ、さてと、覚悟しろ。お前に道理を教えてやる。私はもうラブラモンじゃない、ドーベルモンだ。やはり人間の子供の力。おのれ、そんなもの俺がこの手で打ち砕いてやるわ。皆殺すだ。
私だな。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。さて、どうする？死ね！よし、私だな。そのやつをやっつけたぞ。すごいよ、みんな。一体どうなってんの？いろいろ訳があってね。お前らだってそいつら。うん、こっちもいろいろあって、この子ロップモンとはすっかりお友達なの。
僕には懐いてないようだけどね。修二さんがこの子に辛く当たるからだよ。うん、こんなに可愛いのに。なかなかやるじゃねえか。そんな、あれだけやってまだ動けるのか。こいつめちゃくちゃ頑丈だよ。だが諦めるわけには。葵は私が守るんだから。お前らそんなボロボロなのに戦おうとしてくれるのね。のか。助かった。みんな疲れてるだろうけど、まずはここから離れよう。ここが安全だって決まったわけじゃないんだ。そりゃそうだけど、まだちょっと無理だよ。ねえ、教授はどうなったの？おい、見ろよ。霧が。たくま、早く離れよ。ひょっとしてさ、教授まだ生きてるんじゃねえの？教授が落ちたのって霧が出る前じゃん。だったら死んだとは限んねえだろ、きっと。なあ、そうだろ？確かに確証はない。死体を見たわけでもない。しかし仮に霧がなかったとしても、そんなのわかんねえだろ。俺下に降りて探してくる。待て、ミノル、止めんなよ。いや、僕も行く。ちゃんと確かめたい。私も行くわ。無事な可能性があるなら助けないと。私も手伝う。君たちだけでは心配だな。僕も引率しよう。俺も行くからな。わかった、みんなで教授を探しに行こう。そうか、下は水路になってたよな。マジで無事かもしれないよな。みんな下流に向かおう。流されている可能性が高い。それから声を出すんだ。教授に呼びかけて。教授、どこ？おーい、教授。何、今の声。さっきのやつだ。この近くにいるのかも。たくま、僕まだ。分かってるよ。不意打ちを食らわないように様子を見るだけだ。かなりボロボロじゃねえか。そうね、私たちが思ってた以上にダメージを与えられてたのかしら。それも気になるけど、それより、なんかあいつ霧にまとわりつかれてない？あ、本当だ。足元がほとんど霧に覆われて動けなくなってんのか。あんな怪物でもやっぱりあの霧は怖いのね。
なんでだろう。あの霧を見てると不安になってくる。Thank you.